イドルとプロレス。今夜 AKB ビンゴで強力タッグを結成。 AKB48 初めてのプロレス観戦、果たして。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。正直将棋、それは互いに際どい質問を打ち込み、高性能の嘘発見器によって相手の嘘を暴く恐怖の心理ゲームである。正直将棋ファンの皆さん、こんばんは。司会の佐藤正樹でございます。よろしくお願いします。さあ、そして本日の解説人はこちらの2人でございます。まずはですね、三度の飯より嘘が、大好き大嘘清人さん、よろしくお願いします。今回は先週の再放送をお送りします。いや、違います。さあ、そして AKB 代表の小島春菜さんです。お願いします。お願いします。いつもはそっちの方だったんですけど、もうここすごい楽しいです。先手、正直者のオーラを放つ清純派アイドル渡辺真由。後手、鹿児島が生んだお嬢様系アイドル柏木由紀。さあ、小島、この2人の対局はいかがでしょうか。はい、そうですね、チーム B でもすごく仲が良くて、なんか真由がすごい柏木ちゃんを好きなイメージがあるので。あ、そうなんや。楽しみです。まずはそんな仲良し2人が考えた質問をチェック。柏木由紀への質問で、4番ですね。これはね、今後どうしていったらいいか、ちょっと小島は何かありますか。はい、私は眉への質問の1番、なるほど。やっぱり自分らが気になる。そうですね、お二人は。まずは先手、渡辺から参りましょう。はい、大の仲良しに放つ第一手は。さあ、何番だ。8番ですよね。8番。小島とか知っとんの、こういうこと。いや、あんまり知らないですけど、結構ふわふわしたイメージなんですけど、本当はこうなんですかね。さあ、それではお願いします。正直お嬢様キャラと言われているが、部屋が地味だ。いいえ。耐えましたね、一本ならず。耐えました。何地味って。いや、行ったことあんの。え、全然ないです。あ、ないんや。はい、空想上の。空想上で。話題目のその空想ではどんな部屋なの。すごいなんか暗い緑色のものが深緑。なかなか部屋が深緑。それもなんか完全にカビをイメージしてるよね。仲いいの、ほんと仲いいよね。やめて。じゃあ続いて、じゃあ後手、柏木行きましょう。はい、ちょっと今続く柏木、親友だからこそ知っているこの一手。おお、4番。4番。なんか今言われたことに対抗して、それではお願いします。正直ネクラだ。いいえ。耐えた、一本ならず。耐えましたね。ネクラでしょ。ネクラです。ほら、ネクラですよ。やっぱそうなんだ。どういうことですかね、今の針の動きっていうのは。いや、それほど気にしてませんよ。あ、ネクラだけど、別に開き直ってる。そうです。さあ、続いてじゃあ先手、渡辺行きましょうか。はい、よし、もう決めてある。決めてある。はい、さあ、1番ですね。1番。さあ、これはね、ちょっと仕事に繋がりますよ。それでは渡辺お願いします。お天気お姉さんをやっているが、正直天気には興味がない。いいえ。とこついたね、渡辺。はい、もう大体わかりました。興味なさそうだな。渡辺、見たことあんの、その柏木がやるようの。はい、見たんですよ。どういう目で見ようの、柏木がそのお天気をやるようの。ほんとなんか台本読んでるだけ。それが見えたらダメよ。嘘。そんな、だってメールで今日のゆきりんのお天気すごい良かったよってメールくれるでしょ。そう、あの、台本の読み方で。どっちも。そんなことないですよ、興味はあります。
あ、明日どうなんじゃ。明日、うん、はい、興味ない、はい、興味ない、怖いよ。続いて豪邸柏木行きましょうか。はい、はい、普段からリアクションが大きい柏木、自分を犠牲にしたこの一手。さあ何番ですか。2番。おお、このタイミングしかないと思う。なるほど、分かった、はい、それではお願いします。正直柏木由紀のリアクションはうざい。いいえ。おお、すごいな、この二人。いや全然本当思ってない。すごいリアクション頑張ってるなって。頑張ってる。リアクション頑張ってるな。聞かなきゃよかった。本当に聞かなきゃ。どうしよう。そうだからもうそういう夢の柏木の。ええ、そう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 。うざいと思ってる。何こいつみたいな。鼻の中ではよ。リアクションが大きくていいねってこの前言われたんですよ。だからわざわざメールしてくるときは思ってないことを送ってるんだ。え、じゃあちゃんとその時思ったことを送ってるよ、ちゃんと。絶対違う。もう、はい、次行きましょう。ショックショック。さあ、じゃあ続いて、先手渡辺行きましょう。はい、はい。選抜総選挙でも第9位にランクインした柏木にこの一手。強い。おお、6番。そういう節はあるんだ、小島。いや、ゆきりんはこういうことを思わないんじゃないかなって。うん、さあ、それではお願いします。正直 AKB48 は柏木由紀の時代が来ていると思う。いいえ。なんかこの風来たなみたいなあるんじゃないですか。本当は思ってないよ。思ってないで結果出てるんだよ。嘘つかないんだよ。嘘つかないんだよ。さあ、ということで会社が大手がかかりました。じゃあ続いて後手、柏木行きましょう。ああ、どうしよう。誰もが羨む美少女渡辺に対しこの一手。8番。1人ちょっと聞きたいと思います。それではお願いします。正直自分の顔が大好きだ。いいえ。おお、1本。さあ、柏木、これどういうこと。これは写真の時も自分の決め顔があるんですよ、眉毛には。あ、眉毛の決め顔。そうそうそう。え、どういう顔するの、眉毛の写真撮る時。なんか、はい、口がこう固定してあって、うん、撮る時にってやるんです。何それ、何それ。ちょっと本人ちょっとあちらの4人やって、いつも恥ずかしい。我に返った。ということで渡辺にも大手がかかりました、はい、さあ続いてじゃあ先手渡辺、はい、さあ何番がいいやろうね。何番ですかね。私これ目撃したことありますよ。え、9番ないない。さあこれどうなりましょう。これ一旦聞きたいんじゃないの渡辺。これじゃあ、はい、9番。さあ、それではお願いします。実は渡辺真由からのメールに面倒くさくて返事をしなかったことがある。いいえ。おー、あるよね。私昨日の帰りの車で、うん、柏木ちゃんが、うん、真由からのメールどう返していいか分かんないんだよねって喋ってるのを私、うん、車の前の席で聞いてます。もうさ、今後付き合いやめよ。合わんと思う。さあ、ということで、この勝負は、渡辺真由の勝利です。なんか今後この2人に密着していきたいですね。それは先週の放送での出来事。中継の方に、伝えていきたいと思います。どうぞ。小橋健太です。なんと小橋の小話を熱く語るほどのプロレスラー小橋ファン倉持ちにご本人からメッセージが。しかもぜひ今度、試合を見に来てください。ご紹介します。ご本人から直々に試合へのご
きました。AKB メンバーがやってきたのはプロレスリングノアの興行が行われる JCB ホール。ところがマスクまだ着てないんだよ。どこ？来ないね。とそこへ、お待たせ。何二人とも何ですかその格好。逆に今日何しに来たんですか？試合を観戦しに。応援？違います。え、選手と一緒に戦いに来たんです。え、見てんじゃなくて一緒に、一緒に戦う。そう、ハイテンションのクラボッチ、実はプロレス観戦は初めて。改めて小林選手の魅力を聞いてみる。たくさんあるんですけど、私が一番好きな小林選手の魅力、うんうん、逆水平チョップっていうのがあるんですけど、ああこれピアトガキのここ、あこっちじゃなくてこっち、選手の握り拳です。このグーのここの形が大好きなの。愛も変わらぬ小走り愛。そして3人はいざ会場へ。まずはせっかくご招待していただいたのでご挨拶に。待って、アスカの緊張が最後にも伝わってくるじゃん。そうなんだけど、手震えてんじゃん。ガチガチなんですけど。さっきまでのテンションはどこへやら。小林選手のいる控え室に近づくにつれ緊張が高まる倉持ち。そしてそこで早速、すいません小林選手、AKB48 の秋元才加です。はじめまして。どうも、はじめまして。先日あの VTR を倉持飛鳥にいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。飛鳥かっこいい。憧れの小林選手を前に倉持頭が真っ白。せっかくのチャンスに何も言葉が出てこない倉持を見かねて葛西が突然。飛鳥は本当に小林選手が大好きなんですね、はい、だからぜひ小林選手が試合で勝ったら、はい、こう飛鳥に向けて一瞬でもいいんでガッツポーズとかしてもらえないかなって。葛西友情の無茶ぶり。果たして。僕ね、いつもね試合中はもう全然そういうこと忘れてるんですよ、うん、気づいていただけるようにめっちゃ大きい声出します。はい。約束はしてもらえなかったもののこれは期待できるかも。ここで小林選手とは一度お別れ。初めての生小林に倉持はやばいですね、めっちゃかっこいい。うちょーってそしていよいよ3人は試合会場へ。小林選手の試合4試合目が近づく。次いよいよ小林選手試合、すごい緊張してきたけどすごい楽しみ。さっき試合前に。そしてついに GHC 崇高なる戦いの中に身を捧げた男たちが第4試合がスタート。テーマソングとともにファンから小林コールが巻き起こる。まずは斉藤明人、すると水平で幕を開けるのか。幕を開けた。ものすごい。小林秋元さん、これおお、葛西さん、おお、びっくりした。これ、あ、ありがとうございます。何座ってんですか。試合は徐々にヒートアップ、激しさを増していく。すると あまりの激しさに試合をまともに見られない葛西。やはりプロレスは普通の女の子には刺激が強すぎるのかと思ったら、
徐々に熱を帯びる3人の応援。この思いは小橋選手に届くのか。そしてガッツポーズを見せてくれるのか。ここから落ちる落ちる、ダブルインパクト、危険すぎる、小橋選手組無念の敗退。勝利のガッツポーズはお預けとなった。しかしその時、なんと小橋選手がガッツポーズをしてくれた。それは倉持だけではなく全てのお客さんへ向けてのものだったのかもしれない。しかし倉持にとっては何よりのプレゼントに、そしてこの人にとっても。死ぬ男だ、死ぬ男だ。お疲れ様です。今日本当に素晴らしい試合を見させていただいてありがとうございました。ありがとうございました。もっとプロレスが好きになりました。本当ですか。はい、ありがとうございました。汗拭いてください。え、本当ですか。どうぞ。汗を拭いて、汗にまたください。試合後にもかかわらず心よい対応を見せてくれるジェントルマンな小橋選手。ところで倉持にはどうしても叶えたい願いが。それは今度小橋選手に逆水平したいです。そう、小橋選手の得意技逆水平チョップを小橋選手自身に打ちたい。そこで最後に願い、逆水平を一回してもいいですか。あ、してよ、してよ。いいよ。いいですか。はい、いいですか。いいよ。いきまーす。はい。やっていいよ。いいですか。連続で、連続で。いいですか。いいよ。いくぞ。素晴らしい。こうして倉持明日香人生最高の一日は終了。小橋選手ありがとうございました。これからも小橋の小話を見守ってください。フレーズミュージアム、それは聞く者を恍惚とさせる言葉だけを集めた美術館。さて今宵は、今回のテーマは屋上で一緒にお弁当を食べている時に言われてドキッとする一言。まずはペンネーム部屋とワイシャツと厚子さんの作品。前田厚子と屋上で一緒にお弁当を食べている時に言われてドキッとする一言。なんか付き合ってるって勘違いされちゃうかもね。おーい。どういうことそれ。え、ちょっと気があるってこと。え、惑わせる一言です。続いてペンネームピピンアットマークさんの作品。篠田麻里子と屋上で一緒にお弁当を食べている時に言われてドキッとする一言。はい、初めて作ってみたんだけどまずいとか言ったらマジ殺す。麻里子流照れ隠し。今回私が採用する作品は、こちら。いや、どっちとも取れる発言っていうのは夢があります。ありがとうございました。そして没作品は封印です。あ、マリコスタイル。すいません。いや、よかったんですよ全然。え、また。好きかも。勘弁してくれかね。今回の新作も含めたメンバーの胸キュンフレーズは引き続き番組ホームページで好評配信中。どうぞご堪能あれ。この後待望の新曲 PV をがっつり初披露。
宮沢さんへファースト写真集彼女発売決定。この写真集は普段皆さんが見ているサエから今まで見せたことのないサエがぎっしりと詰まったそんな一冊になっていると思います。また特典も盛りだくさんなので皆さん楽しみにしててください。さあお待たせしました、レコチョク先行配信でも大好評の AKB48 ニューシングル言い訳メイビー、今夜はそのプロモーションビデオをたっぷりお見せしちゃいます。イラッとします。ふざけんなよお前。メールオブス